おい。すぎんねえ。やるんか。
ここやな。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから、避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほな、まだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！ちゃう！
違う、言うとやろうが。ああ、ほら、分かった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。あ、ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅうんはラジオのええところやな。ええでも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんですだから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ
怒鳴ると怖いかもしれませんけど。その女や、暴力を振るうタイプとちゃうんか？暴力？確かに店長、力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でも、あんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないって、すっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか？ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか？ちょっと枕の準備しますね。ったく、何してんねん俺は。あれ、店長？え？いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長？おお、先日中か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね？ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですかそれ？はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか？お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんのコリも良くなるかもしれない。ん？あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客はんのツボチェックせなあかんからな。
じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけか。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。随分余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。いくぜ。おただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。なよっ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。ん？リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。誠、何やと。
おお、ええタイミングや。おかえり、牧村誠ちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、誠。店長、どうしたんです店長。誠、ええから逃げろ。何なの店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんなおっさん。おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ何もやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。あいつを逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。うっ、余計な邪魔しよって。なんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。追いついたで。なんやわら、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそ、構えん。
ぶっ殺したれ。その女は渡さへんで、すぐに仲間が駆けつける。酒井、しつこいの。説明後や、とにかくここを離れるで。兄貴、大丈夫でっか。おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。はい。厄介なことになったで。後ろにおれ。うん、分かった。何なの？一体どうなって？おとなしくしとれ、また襲われる。
ずい。イグレ、もう大丈夫なの？セイラ、ねえ、ちょっとどこまで、え、まだ遠くへも行ってへんはずや。イグレ、もう大丈夫なの？セイ、イグレ、もう大丈夫なの？セア、ないから後ろにおれ。うん、分かった。それはあかんて。ほな行くぜ。もう行ったの？危ないから後ろにおれ。倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。Damn it.
丈夫なの？マレ、もっと遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。よし、行くね。こっちへ。よし、行くね。あかん。こっちや。階段降りるで。え？階段？ちょっと待って。みんな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。イグレ。おい、危ないから後ろにおれ。奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。マコトちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。マコトちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりとマコトちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。
前ら何もいや、なんであの女狙うとる。お前そんなことも知らんと、 あの女をどうこうしようとしてたんか。なんやと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。